XP-56 ブラックバレット XP-56 ノー41から0786号機 XP-56 ブラックバレットはアメリカ合衆国のノースロップ社が開発した試作戦闘機である単発の推進式レシプロエンジンを胴体後部に配置して二重反転プロペラを駆動しまた無尾翼機という得意な形状であった安定性不良等の問題が多かったこともあって 二機の試作のみに終わった。愛称のブラックバレットは黒い弾丸のい、e、ノースロップ車内における開発名称は N2 バイト、N1M。1939年にアメリカ陸軍航空隊はレシプロ機の限界を打ち破るべく周回計画 R-40C という単発の迎撃機の使用を航空メーカー発射に提示したが、この中においてバルティー社製三動機、 XP-54 とカー,ーティス社製先火を吹機 XP-55 と共に試作契約を勝ち取ったのがノースロップ社製の本機である。ノースロップ社が研究を重ねていた無尾翼式の機体に後退翼の主翼を持ち、推進式プロペラは二重反転式で、エンジンは開発中だった P&WX-1800 を搭載することになっていた。しかし、 搭載予定していた X-1800 エンジンが開発中止となってしまったため、空冷保守型の R-2800 エンジンを搭載することになった。このため胴体が太く改め設計された。この変更が機体重量の増加を招き、本機の飛行性能を悪化させる原因の一つとなった。また、翼端失速を遅らせる工夫として、主翼外側は途中より、 下方に折り曲げられていた。垂直尾翼は機体後部の上下に取り付けられていた。試作1号機は1943年4月に完成したが、それ以前に飛行した試験用の飛行模型のデータをもとに垂直尾翼の回収を行ったため、初飛行は1943年9月になってしまった。1号機は滑走中に左主車輪がパンクしたことにより機体は大破したため、 廃棄され、テストは、試作2号機が初飛行する1944年3月まで延期となった。2号機は、大改修を行い、垂直尾翼面積の拡大や、主翼形状変更による重心位置の修正により安定性の向上を図っていたが、操縦性の悪さは相変わらずで、加えて、推進式の配置によるエンジンの冷却不足等の問題もあった。このため、 約10回の飛行試験の後、同年5月に、本機の開発計画は、中止になった。XP-56 脳試作1号機41から0786号機試作1号機 XP-56 脳試作2号機42から38353号機、試作2号機現存している機体は、今のところ確認されていない。ありがとうございます。